今度は都の城にあります日野神社を紹介します。こちらはですね、学問の神様菅原道真公が奉納されています。学問の神様菅原道真公が奉納されております。日野神社行ってみましょう。こちらの神社、日野神社のですね、岩絵がこちらに書いてあります。ここはですね、1615年、ね、霊剣のあなたから文武の神、軍人さんの呼び名で名高く市民の皆さん方のいろんな注目をね、皆さん方に愛されている神様ですね。ここに学問の神様があったとは知りませんでした。菅原道真公が祀られています。神木がすごいな、これ。ね。すいません。こちらの中には菅原道真公が祀られていまして、学問の神様ですから、ここを中心にですね、隣がね、明道小学校という小学校があります。もう都の城をね、こう中心として、ここから学問がバーッと広がったんでしょうね。それにしてもな、ここも空気がね、すがすがしい、いいとこですね。おお、頭の中がすっきり、今日もすっきりした状態になったような気がします。日野神社を紹介いたしました。もう学問の神様ですから、いろんな方、もうみんな愛通するものがあります。ぜひこちらの方に奉納のお参りをしていただけるとすっきりするんじゃないですか。それではまた新しい神社の方をご紹介いたします。ご覧ください。